皆さんこんにちは、共同館の流星です。今日は肉じゃがを作っていきます。僕が思うね、肉じゃがの一番のポイントは味をしっかりね含ませることです。そのために今日は早く効率的に作る作り方をご紹介します。あと皆さん、人参は皮を剥きますか？剥く人とね、剥かないでそのまま切る人といると思うんですけれども、今日はねちょっと1本の人参を半分に切って、剥くものと剥かないものと比べてみたいと思います。初めてね、人参を皮を剥かないで作るときって結構勇気がいると思うんですよ。僕もずっと皮を剥いて使っていたので、剥かないっていうのは、ちょっとね勇気がいることだったので、今日はそこも試してみたいと思います。それでは実際に作っていきましょう。はい、それでは早速調味料から合わせていきましょう。まずフライパンにはお水が 360g 入っています。そこに濃い口醤油とみりんを 40g ずつ入れます。今日はね、あらかじめ混ぜておきました。そこに顆粒だしを 3g、 そしてきび糖を 15g 入れます。お砂糖はね、上白糖でも大丈夫です。で、これをね、箸で混ぜ合わせます。だいたい混ざれば大丈夫です。そしてこちらが今日の具材です。まず玉ねぎから切っていきましょう。上下を少しずつ切り落とします。そしたら半分にし、軸の部分は V 字に切り込みを入れて取り除きましょう。そして端から1センチ幅ぐらいにスライスにします。で、全て切り終えたら先ほど合わせたお出汁に入れておきましょう。次は人参です。オープニングでね説明したんですけれども、今日ね、人参の皮半分は剥いて半分は剥かずにやります。ではまずヘタを落として半分にします。そしたら今日は上の部分を皮を剥きます。人参は皮に近い部分が美味しいので薄く剥くことがポイントです。皮を剥くと輝きがありますね。そして今日は乱切りにします。乱切りは切ったら少し回し、切ったら少し回してを繰り返します。この時ね、同じ大きさになるように切ることが大切です。では皮付きの方も乱切りにします。切り終えたら玉ねぎと一緒にお出汁に入れておきます。ではこちらを先に火にかけましょう。はい、では火をつけますね。火加減は一応弱火にしておきます。じゃがいもを入れるタイミングで沸いていればベストです。はい、ではね、インゲンを先に切ります。皆さんはじゃがいもを先に切っても大丈夫です。まず上の部分を少しだけ落とします。このままね、ぶつ切りにしてもいいんですけれども、今日は斜めに切ります。こうすると盛るときに綺麗になるので、ぜひね試してみてください。インゲンは切り終えたらすぐは使わないので、お皿に入れて冷蔵庫に入れておきます。そして最後にじゃがいもです。まず皮を剥きます。皮剥きはピーラーでも大丈夫です。で、今日はね、じゃがいもは一口サイズに半分に切ってから6等分にします。これはね、じゃがいもの大きさによって一口サイズに変えて切ってください。一つだけね、大きいものがあったので、まず3等分にして、その後4等分に切ります。では切り終えたのでフライパンに入れていきます。ふつふつしながら湯気が上がっていますね。ちょうどいい感じです。ではここに今切ったじゃがいもを入れていきます。で、次に豚肉を入れます。この時ね、手でほぐしながら入れましょう。そしてさらにね、箸で豚肉をほぐしておきます。これはね、結構重要です。では少しね、火を強めます。グツグツしてきました。アクがね、少し出るのですくいましょう。
そしたらね、キッチンペーパーで落とし蓋をします。こうすると煮汁が全体に回って味が染み込みやすくなります。ではね、ここから弱火で15分煮ていきます。今ね、10分経ったので一度確認します。竹串は力をね入れれば入るかなっていう感じです。まだねちょっと硬いです。でここで一度味見をしておきます。もしねこの時薄いなって思っても多少は煮詰まるので大丈夫です。味を覚えるイメージで味見をしましょう。では再び落とし蓋をし、残りね5分間煮ていきます。では15分が経ちました。いい色ですね。今度は串がスーッと入りました。少し左側が崩れたのは見えましたか？このちょっと崩れるぐらいがベストだと思います。それでは火を消します。このね煮汁はねまだ結構残っています。また蓋をして食べる直前まで味を含ませましょう。はい、では僕は翌日まで含ませました。そしたら昨日切ったインゲンを入れていきます。皆さんはね入れる直前に切っても大丈夫です。今度はアルミホイルを蓋にして火をかけます。少し開けますね。グツグツ煮立ってきました。こうなったらお玉で煮汁をかけながら温めていきましょう。でね、ここで鍋返しをします。上と下をひっくり返して全体にね煮汁をなじませる感じです。これは結構ね難しいかもしれないんですけれども、奥に一度押して手前に引くイメージでやってみるといいと思います。ではインゲンに火が入ったか確認します。柔らかくなっていれば OK です。もちろんね食べて確認しても大丈夫です。それでは十分温まったので盛り付けましょう。今回も2つの器を用意しました。オリベと灰色の方はおそらく灰釉かなと思います。こちらの灰色の方は草紋といって草の絵が描かれています。結構ねよくある絵柄です。では盛り付けます。まずオリベの器です。人参やインゲンが光に当たって綺麗ですね。で、ある程度盛ったら箸で整えましょう。そしてね、煮汁をかけます。一つ目は完成です。それでは次、今度はね、器が小さいので少し慎重に盛ります。この器も肉じゃががよく合いますね。またね、箸で整えます。配置を考えてお茶がいもを足したりインゲンを足したりしてね、緑が入るととても綺麗に盛れます。それでは肉じゃがの完成です。朝の肉じゃがもいいですね。皆さんはどちらがお好みですか？オリベが人気ですかね。灰色の方も僕はなんか渋くていいなと思います。では最後に少し試食をします。まずじゃがいもから。中までしっかりと味が染みています。ホクホクしてて美味しいです。次はお肉とインゲンも。お肉も柔らかく、インゲンはいいアクセントになっています。ではね、こちらは一度下げます。最後にね、人参を見てみましょう。どちらが皮付きか分かりますか？一応ね、左側が皮付きです。では早速いただきます。やっぱりね、分かるには分かります。なんとなくね、トマトみたいな感じです。湯むきをすると滑らかですけど、そのままでも美味しいみたいな。もしね、人参が皮を剥かないのが普通だったら、誰も違和感がないんじゃないかなと思います。で、次は皮を剥いた方です。
やっぱり口当たりはいいですね。では人参はここまでにして最後軽くお話をして終わりましょう。はい、それではね、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。先にね、出汁を合わせて玉ねぎと人参を煮始めてからじゃがいもを切るという作り方をしました。こうすると玉ねぎと人参の火入れの加減はね、見なくてもじゃがいもだけ見ればいいっていった感じなので、非常にね、作りやすいんじゃないかなと思います。でね、最後にご紹介した器のオリベという器、これね、深緑の器なんですけれども、もしね、今回オリベ、あ、初めて知ったって人も、器とかを、まあ、東京だとね、かっぱ橋とかに見に行くと結構置いてあるのでね、そういうのを見ると面白いんじゃないかなと思います。それではね、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、もしこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。